ハロー、こんにちは。フライクエスト VS PSG 予選ラストデイ、ラストデイ、今日で決まります。 T1 とトップ e スポーツは抜けました。本戦行きあと2枠。今日のフライクエスト対 PSG BO3 で2回勝った方、ノースアメリカと台湾地域、ソフトバンクを破った PSG、そしてこの次に行われるファナティックとギガバイトマリーンズ行きましょう。はい、ということで初戦フライクエストファーストピックブルーサイドでバルス、まあ、フライクエスト対 PSG はね、初日やったかな、いい試合で PSG が初戦フライをボコったけど、2試合目3試合目ピックをうまくやってフライクエストが勝ちました。でも勝ち上がったフライクエスト T1 と戦って17分31秒でボコられるっていう歴史的試合をやって、過去3番目に早いかな、1557が最速で、マットライオンの1647で、そっからフライクエストの1731、なんか YouTube のコメントでレディットでなんかノースアメリカとヨーロッパの時差7時間あったと思ったけど1分だね、だな1分なんだねみたいなコメントあって面白かったの。PSG ですか。はい、 PSG は、まあ、負けたけどフライクエストに3ピック目カルマっていうファッキンゴミチャンピオンやって負けた感じあったよね。でそっから一応他の地域ワイルドカードはボコして勝ち上がってきてる。だから今調子乗ってるし、あの PSG は調子上がってるし、フライクエストはボコられて今へこんでるっていう状況で、メジャー地域のフライクエスト、一応メジャー地域のノースアメリカフライクエスト2位と、ワイルドカードの中で最強である PSG、 ファーストピックバルス、そしてセナノーチ、うわセナノーチ渡すんだやばくね。でレナータ、アーゴット、またアーゴットか。フライクエストアーゴットこすってんね、これで勝ってたし。で PSG はオリアナバンするね、ゲンセンのオリアナもすごいこすって強いから通算勝率 75% とか、オリアナが嫌すぎてカルマミットやったけど、カルマミット050とかで終わったからな。 PSG は PSG のミットメイプルうまいからね、昔からそこにカルママジでもったいなかった。セナのうちってか何これ、フライクエストマジでセナ渡すんだ。レッドサイド側はセナをバンするとかタムケンをバンするとかってやるのが主流なんだけど、セナ取らないんだね。まあ、セナ取ったら多分 PSG がノーチ取って、セナノーチをや、あセナタムをやんなきゃいけないんだけど、タムが使えないのかな、それともセナが使えないのかな。フライクエストの ADC はグマヨシを見てプロを始めたらしい。でインタビューでグマヨシが T1 がフライクエストに勝って、それをグマヨシがねインタビューしてるときに、で今日戦ったマッスさんが、ね、あのグマヨシを見て始めたって言ってましたけどどうでしたって聞かれて、うーん俺を見てプロやってんだったらもうちょっとうまくやらないとねってなんかすごい言いづらそうにしてた。どうにかしてでもね、優しいリップサービスをノースアメリカチームしてあげたいんだけど、明らかに17分31秒畳まれたクソゴミチアだったんで、言葉選んだけど、俺を見てるんだったらもうちょっと頑張ろうみたいな、言葉選んだんだけどなんか逆に煽るっていうね。はい、まあ、頑張ってくださいフライクエスト。 PSG はここでセジュワーニー&シンジャオバンからのウディアと TF、 レーンスワップが多かったかなこのシリーズは。ボトムの2人をトップで逃がす。なぜそれが行われるかっていうと、ボトムのマッチアップまたはトップのマッチアップがゲロきついから、まあ、特にボトムのマッチアップですね。レベル1きついとミニオン触れなくて2レベル先行され、3レベル先行され、でかいウェブを作られてタワー下に送り込まれて敵が寄ってきて ADC が殺されると、そのウェブ全部ロストしてゲームが終わる。タワープレート全部失う。だからある程度不利でもいいから、ある程度タワープレート差はできてもいいから、トップの方が硬いからね、それでも連戦を逃げる。それでお互いに、まあ、ファームを食ってちょっとビハインドするけどトップ行った方が、でも連戦やるよりはマシだよっていうこと。だから連サップが今流行ってます。フライクエスト構成終わってんだろ、俺マジでトリスタナ魔王界今年一番嫌いなんだよね。しかもトリスターナアジールきついぜ、射程短くて殴り合い勝てねえし。トリスターナって殴り合い勝ってオールイン勝つキャラだけど、だよねだよね、トリスマジで無理だぜ、びっくりした。うわでもこれフェイマーを変えてなるとミドジャングルがなんかどっちも AP でいう、これもまた弱そうだな。アゴットが AD ダメージ出るから別にミッドジャングルで AP でいいっていう判断なんだろうけど、基本ミッドとジャングラーは AD と AP で分けるんですよ。スビ2がすごい大事なんで、一つの種族だと AP だけだとマーキュリーブーツでめちゃくちゃカウンターされるしね。
てかセナノーチ・ランブル・ビエゴ・アジールね。ビエゴは昨日ラウドがピックして、構成がダメージがない時にビエゴピックして腐ってた。やっぱビエゴ自身もカルカマ出せないし、敵を一人殺してから憑依するんで。でも今回はランブルっていう、ね、パワーチャンピオン取ったからね。これでタンクだったらダメージされなかったよ、同じ構成だったけど。ランブルでカルカマ出るし、アジールも出るし、セナもフォローアップでできるし、まあ、フロントラインもノーチに任せられる、プラスアジールもエンゲージできるから、ここでビエゴ相手の CC もビエゴがアルティメットで逃げれるしね。バラスのウルトしかり、魔王界のウルトしかり。 OK、 まあ、今日は面白くなりそうですよ。昨日は正直ワールドカード4チームでちょっとね、そこまで盛り上がらなかったけど、まあ、かけてなんとかなったけど。ノースアメリカ VS PSG 見逃せないです。ハローこんにちは。フライクエスト VS PSG ファーストゲーム、このシリーズ負けたら帰らないといけない、敗退です。今日で予選ファイナル終わりよ。ノースアメリカ対、台湾地域、メジャー地域最弱のノースアメリカ、ワイルドカード最強の PSG、メジャー地域の意地を見せるのか。結局ね、毎年 PSG はワイルドカードの中では最強なんだけど、ここ数年メジャー地域には勝てない、まあね、NA に勝ってないですからね、ここで NA が PSG に毎回負けるってなると、メジャー地域の座が剥奪される可能性があるね。あるのかな、わかんない。Right. 構成的にですよ、まあ、フェイは連戦めちゃくちゃ強い、こいつはマジ強い、最近またバフされたし。でレーンスワップですね、バラス・レナータで。別にバラス・レナータ連戦強いけどね、なんなら 2v2 は有利なはずなんだけど、レーンスワップしましたね。こうなると若干フライクエストが不利なのよ。トップタワーって5分前まで硬いから。ランブルはレーンスワップ耐えられないけど、アーゴットは耐えられるよっていう考えなのかもしれませんね。または PSG がレーンスワップに対して知識があんまないから、 これでやった方が有利気づけるっていう考えかもしれないし、そこはね、どの考えでやってるかは 100% 分かりません。相手がちょっと、まあ、この新しい戦術わかんないから、そこで翻弄してあげようとか、アーゴットがランブルよりも耐えやすいとか、仕事できるからやってるかもしれないし、単純にボトムのマッチアップとトップのマッチアップ見たら全然フライクエストいける。なんならボトムは有利に見えるんだけどね。バラス・レナータも強いし、もちろんカウンターと言われてるし、レナータが、ただフライクエストのボトムレーナーは連戦最弱とは言われてる。特にサポートのブシオさんがね、なんか脳中を先出しする割にはヘッタクソなんだよね。ファーティックのサポート、ジュンはレナータでファッキンバックキャリーしてたな。今回どうなりますかね。で一旦お互いトップレーナーがファームを食う形になるのか。珍しいね。この場合ランブル側がなんか走ってボトムに行ってボトムを殺しに行くっていうのがあるんだけど、耐えようとするんだ、お互い耐えようとするんだったら正直アゴトの方が硬いだろうからね、もともとドラシだし。でレベル1のランブルですよ、レベル3、9レベ、トータル9レベ対1レベ、テレポートで助ける動き、まあ、ノーチラスがテレポートあるからか。はい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 、セナノーチだからね。セナの相方ってテレポートいけるんですよ、基本サポートテレポートいけないけど。それでなんとかファームを食わせる。でもこれやるとアーゴットも食えるんですよ、だってノーチラスいなくなったから。ノーチセナビエゴでいけないじゃん、ボトムダイブでも。セナノーチビエゴあんま軽く序盤ないから、もともといけないから、じゃあお互いにトップファーム食おうってなるんだけど、アーゴットは1人でファームを食っていて、ランブルは2人で食ってるんですよ。しかもノーチランブルどっちも CS 食べたいのね。これサポートだけど CS 食うタイプだから、ドラシで。だからこれはフライクエストが有利よ、めちゃくちゃ。トップレーンのレベル差もあるし、セナがファームは食いたくないからね、サポート相手も勝ってるわけで。だからそこのミスマッチをやっぱ狙ってんだろうね。 PSG がこの対処があんま上手くないんだろうな、最近の戦術だし。連戦の普通の 2v2 は全然いけるけど、フライクエストマクロで揺さぶってきますね。いやだから最近のねレンスアップはね、正直おもろい、昔みたいな感じではない。いろいろなんか考えなきゃいけないから、実況するにも。ただ俺が言ってることはまあ間違いないだろうな。
아래쪽에 있는 럼블인 줄 알았습니다. 실제로 마고트가 지금 CS も 勝ってる시네. 300ゴールド レベルも 勝ってる. CS も 勝ってる. 레벨 5対 레벨 3ですよ. で、セナが、まあ、そうね、パッシブを拾いたいから、CS は食べないと。でもこうなると、やっぱ経験値またシェアしちゃうんで、ランブルが、レベルが、だって今もう5レベル半だからね、今、アゴット。今、UI が優秀で、見えるんだけど、レベルのバーが、ピンクの横向きでね。世界大会の時、縦向きだった気がするけど。MSI の時か。あの、違う。ヨーロッパか、うん、4つ 5と6割ぐらいだった。ランブル今3いや4になりそうみたいな、やばいね。でこうなるとフライクエストとしてはレンスアップを戻したい、1対1させたいよね、アーゴットとランブルで。でバラスレナータもこいつらも強いし、レナータなんかひでえな。これウェーブ失ってんだよ。これね、フライクエストあんま離れられないのレン。これプッシュウェーブでしょ、これ離れるとウェーブロストするからね。今バラスミニオン2匹ぐらい落としたよ、経験値は据えてるだろうけど。マジで武将、マジで武将さん、セナの内側は戦いてえのよ、相手ファームロストしてくれるから。で PSG はここでドラゴンを取る。で相手がドラゴン取ったっていうアナウンスメントが流れたから、ビエゴがボトム側いるので、まあ、トップに人数も置いてて押し込んでるし、このウェーブ作れてるからセナの内が受けるわけもないので、グラブを取ると。で今は正直グラブが強いと思う。俺はグラブアンチだったけど、グラブゴミだろうとずっと言ってたけど、最近の調整でグラブがめっちゃ強くなってる。ドラゴンよりもいいね、まあ、ドラゴン集めて強いからね。グラブは取ってからすぐ発動するから、タワー殴ればグラブがいいね。그래도양쪽다바텀듀오들이레벨을찍고나면좀결정력이강해지는챔피언들이라서그때부터좀시동을걸려고하겠죠지금까지는뭐예열하나하나지금바르스의클렌즈때난이요있는가봅니다와칸나동안국제무대를보신분들그리고노치노파시브슬론의그자국리그의경기라든가이런것들을세나노 W 공감하실것같아요안마필요니야미에나이게도나다시가이쪽에준메이저지역이라고봐야되잖아요아그건그렇죠그러니까약간메이저틱하게게임을합니다애초에꽤나침착하게그러니까보통마이너하면은오이마스산노사모나스펠니몽크쓰겠노가그마유시오미테하지메단다도마스오디스르것도소레와모그마유시오디스르것도또이쇼다와だから그마유시가기노오레오미테른다따라모쪼또간바트그레미다이나本心は俺の名前出さないでくれそのプレーでと思ってるかもしれないけどね。いやでも正直マスはまあそこまで悪くない、サポートがちょっとやばい。まあマスがインタビュー答えてたね、 T1 と戦ってボコられてなんか壁と戦ってるみたいらしい。自分たちが有利取らなきゃいけないときは有利取りきれなくて、相手はなんかクソほど有利取ってきてみたいな。レベルが違うらしいっすな、 T1。 APL이항상수도에서파티를벌일수있는건이 ACS 때문입니다여기에대해서항상고마워하는마음이있어야돼요まあレートゲームは PSG、 セナの落ちアジール、てかセナノーチを渡すのがやばいんだよな。ノーチラスがファームを食うわけで、セナは勝手にパッシブの関係上魂パッシブだけ拾ったら強くなるし、ファーム食うノーチがねすごい強いぜ。メープル足速いや、何これジェンセン、まあこれは落ち着いて離脱できる。これアジールのなんか売るとすげえもったいないね。ジャングラーが近くにいるような感じでなんだブラフかけたのかな、前線が焦ってフラッシュ使うように。でも前線それに引っかかれません、しっかり見てから動くと。今回フラッシュ必要なかったから素晴らしい。これフラッシュ消えてたら前線次狙われてかなり連戦やりづらくなるん でミッドを押し負けると本当視界失ったりとかサイドレーンの戦いとかジャングルのファイトできなくなるんで、ミッドのプッシュがめっちゃ大事で、フェイはこの QE が優秀でな、ランブルのウルト打ってるようなもんよ、射程も長くて。見てこれ
これでウェブクレー終わり終わりこれがマジで強いんだよ。いつでも帰れる。連戦のなんだコントロールとかいう概念がない。あ、ウェブフリーズしちゃった。キュイピュー、もう一回ピュー、終わり、バイ。こいつ連戦マジで強い、バカみたいですよ。플라이퀘스트가라인수압을걸면서징크스를성장시키려고했던그1세트가그래서오히려플라이퀘스트가진거고오히려이제주도권싸움을하면그냥이겼다라고생각을했었고요근데막상오늘이제어떻게보면이게첫세트부터 PSG 쪽에다가뭔가할만한팀도다졌고で、アゴットは、ビッポ毎回キャリーしてんだよな。ミッドゲームが非常に強いですね、硬くて。アルティメットを敵にぶっ刺して、みんなでそいつをフォーカスすると、そいつの HP2 割ぐらいから処刑。みんなでフォーカス合わせると強いですね。PSG はここで4グラブをフライに渡してしまうと、まあ、かなり強くなってしまう。ボイドマイトを発動するんで。虫が湧いてくるからね、タワー殴るとそれを阻止する。で一方フライクエストはドラゴンがあと5秒で湧くので、ボトムプレッシャープラスボトムの視界管理プラスドラゴン、ジェンセンここでフラッシュ反応できず、いやアジールがフラッシュしたんだったらフェイもフラッシュしないとね。これを避けていたらアジールはウルト使い損だから、お互いにフラッシュ使ってこれ反応できねえか。계약이깨진느낌이라서다른신사협정이이러면이거지킬수없는거죠플라이퀘스트는아직드래곤을못さっきの反応しなかったというより反応できなかった。いやさっきのはちゃんと見てやったんだけど今回はやらかした、ね、まあできるだけ見たんだろうけど、まあ、フラッシュウルトでそんな強引に来るとは思ってなかったんだろうね。予測ができなかったんだろうね。너네가유충먹는동안우리는용을먹겠음이게계약인데フェイが何テレポート一旦トップで使ってそのまま降りてくるぞ。まあアジールがウルト使ったからね。こっちはウルト使ってないからフェイが合流できたらこっち有利じゃない。しかもバルセロナータが強いからなこの時間帯。これフラッシュ切ってたら死んでない、ね、絶対。で3つ目のドラゴンがヘクステック、また最強ドラゴン。なんかこれ多くね、気のせいか。ヘクステックがめちゃくちゃ多い感じがするぞ。フライクエストが序中盤構成だからありがたいよね。強いドラゴンの方が畳みやすい。インファーナルソウルってなんであるんだろう。ヘクステックの方が明らかによくね、上位互換な気がするけど。AOE も入りやすいし、スローもあるし、ダメージもあるし。ダメージだけで言うなら一応インファーナルなのかな。でもそんな変わる気がしないよな。저도포니에서의말씀에동의하는게플라이퀘스트조합이막완전스노우볼조합까지는않는데아플라이퀘스트와이마そうだな、トップのアゴットが育ってて、レベル差も2レベルもつけてるし、アーゴットが暴れるかどうかかな。こいつがフロントライン張ってみんなでアルティメットぶつけるっていう。プライクエストの構成すごいシンプルだよね。マオカイウルトポチ、バラスウルトポチ、そこにフェイウルトポチ、アゴットウルトポチで、レナートアルティメット敵が来たらポチみたいな超強い集団戦。しかもマオカイプラスレナートのアルティメットって範囲が広いから、これマオカイのウルトだけでもみんな重なるじゃん。マオカイのウルトって1列になると1人だけしか食らわないのよ。だから1列になるんだけど、そこにレナートのアルティメットまで来るから、1列になってレナートのアルティメットはみんな食らうからね。これみんなでなんかもうお互いに殴り合って死ぬから、マオカイプラスなんかランブルとか1列にならせた方が強いやつ、マオカイランブル、マオカイレナートめっちゃ強いから。
でテレポート使ってランブルを倒す。フラッシュも切ったのにランブル殺したぞ。で今ヘラルドが非常に弱いのでヘラルドギブしても全然 OK。 なんならフライクエスト相手のアジールがテレポートなしでトップにいるから3対3とか狙ってった。アジールにキルは、なんだタワーは入るけどアーゴットも入るし、こっちはキルまで取ってフラッシュまで使わせた。フライクエストの方がワース。おっとこれは取れない、取れないけどまあ問題ない。ヘラルドはね本当今ダメージないですから、タワーへのダメージ4割ぐらいしか出ないんで。川の近くにいたらねもうちょっとゴールドもらえるんだけどもらえなかったね。그런부분에있어서바텀쪽에서상대가그냥프리하게럼블이먹는건막았지만그사이에위에서그냥아지르가프리하게파밍을했고이런게반복되는게좋진않다는거죠그리고어차피운영싸움으로간다라고하면미드포타でもフライクエストがトータルゴールド負けてるんだ。これまずいね。セナまでいるからね。セナのパッシブは含まれてないんで、ここからファイトフライクエスト全部勝たないときつくなるぞ。1대1이좀강한편이라서좀덤벼보는데예스파이어도빠르게합류튼튼하니까요근데사실어그로에끈겁니다준지아가럼블이좀부시는사이에네어그래도날렸네요럼블쪽으로가서수비를못했으면타워를못지켰어요ビエゴは敵の気を引きつけたからランブルがタワー取れたね今ので。 PSG はジャングルがマジでうまい。あと ADC もうまいね。ドラゴンタテクワンチェデロエアデミダフライクエストはジャグトップが強いイメージ。前線も悪くないけど、あ NA チームかっこヨーロッパ上半身っていうね。前線は一応デビューは NA だからもう NA プレイヤーか。10年やってるもんな。11年、9年、10年、何年からだっけ。フライクエスト、돈도1000원이상 PSG が앞서있거든요。5な気がするな、ジェンセン。정직하게그냥드래곤앞쪽으로가기보다는라인관리라던가시야장을통해서 Alright. 터지는걸ドラゴンが9秒。これはフライクエストが取りたいよ。レートゲームかなわないから。マオカイのアルティメット、レナートのアルティメット重ねて、アゴトのウルト重ねて、バラスのウルト重ねて、フェイのウルト重ねて、もうウルト当てればいい。ヘラルドを生贄にドラゴンをバストする。ヘラルドはベートだ。マオカイウルトを切る。ここから1列になった相手にウルトをぶち込みたい。ランブルのウルトも綺麗にぶち込んだ。アゴトがアルティメットで1人持ってくる。しかしサポートとドラゴン交換は全然ドラゴンの方が強い。ヘラルドをうまく利用して敵が来るのを遅らせましたね。ワンテンポ、今のヘラルドマジで価値がないので、この使い方は素晴らしいんじゃないか。これね、偉いのがね、マオカイのウルトをランブル食らわない位置にいて、ランブルのウルトがめっちゃ綺麗に刺さって、そこからレナータがウルトぶち込むんだけど、ビエゴとランブルが広く取ってるからエリアを。ここでみんなで5人 PSG がリバのところにいたらね、みんなでウルト食らって終わってたけど、でリプレイから帰ってきたらアーゴットがフィジカルでゴリ押していく。硬さでゴリ押す。しかしノーチも硬い。オーマイガード、メープルのビッグファッキンシュリマシャッフルトゥダファッキン NA オーシャン。フライクエストのメンバーたちを全員海に放り投げてあげて、お前ら泳いで帰れと言わんばかりのアルティメット決めていく。オーバーステイだったね。これはノーチラスはカッチカチやからな。ここで1キル取って満足してミッド行ってミッドタワー取ってトップ押し込んでトップの視界を取ってっていうことができない。キルに目がくらんでしまう。それがマクロがないノースアメリカだって。ここでオランブルが孤立してる。ナイスキャッチ。ここまでは良かった、ここまでは完璧。オーライト、ランブルナイスキャッチよ。でフェイも今トップ押し込んでるでしょ。だからフェイがトップ押し込んでるから、ここまでで OK よ。ここまでで OK だって。ミッドテレポートしてるし、フェイは寄れないからね。なんでここまで行くの。ノースアメリカファッキンソロ級かよマジで。ホーリーシェー、
あの俺がやった方がマジでいいマクロできるわ、ガチで。これガチ、異論認めない。あでもアゴットのアルティメットフィジカルワールビッポ、ノースアメリカをヨーロッパのトップレーンビッポさんがキャリーしようとする。しかし相手4人は耐えられない。アジールがドフリー、アジールをうまくフェイが EQ で止めるけども、ビエゴが止まらない、ジュンジアが止まらない。元 LPL ジャングル強すぎる。トリプルキル、ノースアメリカさん、え、相手ワイルドカードチームですよ。야성미가있네요잘갈아입습니다막두번세번이렇게갈아입으면서압도했습니다그러니까플라이캐스트가저는좀본인들의조합의강점을살리기위해서는오브젝트중심으로해서광역기들을적극활용하는교전이나와야된다고생각하는데자꾸싸우는중반에고개따라야베너네고개찜왔다뭐먼저막우르고군막쏘면서어떻게내려갔죠아아そこで深追いしてな、アジールのウルト使う、マジでフェイが独りだったからフェイ使って普通にゆっくりミッドとトップ押し込めばな、それができねえ、キルに目がくらんじゃって、視野が攻め、マクロがね。いやーこれタワーを召喚してるからね、アジールが。見てこれタワー、タワーだけでもレナータの HP が9割持ってかれてる。アジールマジで相手強すぎだろ、マジで何でもできるわ、タワーまで召喚できるのやばいよな。相手マジでさ普通のチャンピオンの2倍ぐらいの性能あるわ。あのねえ4000ゴールドさ、いやでもこれフライクエストブレーキかけられないよ、一旦ゆっくりはないよこの構成に。攻め続けろ、ウルトを重ねろ。これ正直ウルト重ねて綺麗に入ったら全然勝てるフライクエスト。 PSG はばらける必要があるね、広く、横に広く、陣形は横に広く、縦だと負ける。でも横に広く取ってる相手に、まあやっぱ孤立するわけだから、横に広く取ってるとそこをキャッチするとかね、うん、戦い方重要よ、陣形大事よ。ドラゴンのタイミング、ドラゴン完全に視界がなくてミッド押し込まれてるので、ドラゴンギブです。 PSG 一旦3ドラゴン、これはもうフライクエストここからかなり厳しくなるね。一旦アイテムを揃えたいって感じか。でもさ、もうアイテムは出てんだよね。だってバラス今2個は出たばっかり、フェイも2個は出たばっかり、アゴトも2個は出たばっかりじゃん。魔王界の2個目待ってるわけでもないだろうし、ここで戦えなかったら今が一番のパワースパイクな気がするけど、俺フライクエストが視界ないからきついだろうけど、次もまた多分視界取れないぞ。まあ一旦5分時間は稼いだ、ドラゴン捨ててここからバロンさえ取られなくて、バロンで勝てばフライクエスト、バロン取ってドラゴン抑えて逆転ワンチャン。어차피럼블이뭐할수있는거는그냥본인할것만하면돼요 우르곳이슈퍼플레이를해야되는게좀많고맞습니다 PSG この前も1戦目良かったよね、ピックバンが良かったからね。で今回もピックバンがいい、だってセナノーチだもん、セナノーチアジールだもん、そら強いわ。ブルーサイドでセナノーチ渡す理由がマジでわからん。ウルゴ、자ピーポ、두팀의첫번째대결도그렇습니다만역할이어깨가계속무거워질수밖에없습니다이거후에이바텀에있는거보면 PSG 탈론도좀기분나쁠것같은데그냥뭐바론치거나하기에는리스크있으니까그렇죠 PSG 도뭐상황에따라정말안정적으로운영을잘합니다웬만하면역전패안당하는팀이에요예말씀하시죠그러니까뭐해석에따라서비에고쏟았댄네들을정도로어떻게보면네대기하고있는모습도있습니다만은혹시누가걸려만주면ワードが一つバロンのところに置かれてるから、あそこにいるのは分かってるよ。逆にもうそこでさ苗木投げずにウルトぶち込んでいってもよかったじゃん。
いやこれもったいねえな、そこの部署にいるの分かるからさ、ね、チェックするふりしてウルトいきなりぶち込んだら相手めちゃくちゃめんあのなんだスタンするよ、えマジかよみたいな、控えねえはずなのウルト打ってくんのか通ってみたいな感じで、レナータ左からさ右にかけてウルト打って真岡ウルトかけて同時にやってたら勝ってただろ。いやそこにいるの分かってんのになんでさ確認すんの、分かってないふりしてぶっ込めや、おめえらチャンスそれぐらいしかねえぞ。うわもったいねえ、ここで引き金が引きねえ、金玉ちっちゃえ、ボールズ連れてこい。そういうねマジ無防備な入りをしなきゃダメなんだよ、相手が予測できないタイミングで。しかも魔界のウルトの角度こう終わってんだろ、しかもそこで戦ったらランブルドルがお前か。どうだどうなるどうなる、おおでもフェイのアルティメットがやばい、ほうフェイ、フェイはスキルが全部パッシブ込めて AOE だからね、ビッグフェイファッキンアルティメットきた。ランブルのウルトも4000ダメージ入ってるけどフェイもそれ以上に出たぞ。ウルトが重なれば強えな、フライフェイのウルトが入ったか綺麗に、レナータがレデムションあったからなんとかランブルのウルト耐えたって感じなんかね。うわこれエグかったな。いやでもレナータのアルティメットも4人に入ってる、狭いところにからのフェイの QE からのアルティメットボン、お互い狭いところ強いね。ただより強いのはフライだな、さすがにフェイとレナータ でバラスのウルトも一応広がるし、PSG はやっぱ横並びに立ちたいよね、広く取りたいエリアを。縦一列になるとああいう風にレナータのアルティメットで全部ぶっ壊される。플라이퀘스트도정비하고최대한이제다시드래곤쪽시야그러면뚫러나가야됩니다이제빨리나가야돼요でもそれでもゴールドは5000ゴールドさ、でフライクエストさっきドラゴンギブったんで、あーっと今3ドラだよ相手、これ取られたらまず勝てないよ。43秒で視界を取り返さないといけない、今視界ゼロです。フライクエストバロンは視界取れてるから、相手がバロンやってないのは分かるんで、ここでもうアゴットはさっさとミッドに合流して5人でゴリ押すしかない。テレポート持っててもトップでスプリットしてるとドラゴンに一歩遅れるんで、これそのままグループが大事ね。アゴットソロ級であるあるなのが、俺テレポート持ってるから俺行かないよみたいな、テレポートで行くよみたいな、いやお前がその場にいなかったらいきなりファイト始まったら戦えねえだろってやつね。これテレポート持ってても来るじゃん、これ大事。ここでトップレーナーとか硬いやつ重ねとか、こいつが前に立たないといけないんだから、これマジ大事ね。テレポート持ってるからサイドに行くやったらマジで多すぎる。俺も昔やってたけどそれ。どうなるレナータまだアルティメットホールドしてる、おーっとセナのアルティメットが綺麗に入った。レナータまだアルティメットは我慢してるぞ。フェイもおいフライクエストどういうこと、そっち行くの、相手4ドラだぞ、お前らバロン絶対取れねえよ。いやーだから寄りが遅かったか、もうちょっと早くグループしとけばもうちょっとなんかできた感じするけど、寄りが遅くてね、30秒前にグループダメだ、1分前とかそう、もうちょっと前にグループして視界を取らんと。うわーなんで今バロン側行ったの、ほんまもう本当に取られたら結局負けなんだから、もっとねなんかフィジカルでなんとかできなかったか、 HP まだ管理できてたし。もうソロキル、ソロキルはいけそうか、ソロキルはいく、でもなんか機動力が違うんだけど、オーケー、ソロキルは取る、ピッポ。ここでフライクエスト、バロンは取られた、戦えるか、ダメージが足りない、なぜならノーチラスがファッキンファーム食ってるからな、こいつがファッキンファーム食ったノーチラスは最強、捕まえに行く、視界がないところに入りづらい、それでも行く、アーゴットがテレポートできた、しかしアーゴットはアルティメットはあるが味方がそれにフォローアップができるか怪しい。
できない。アルティメットは What the fuck。 逆にアルティメット適当に使って敵をおびき寄せる作戦だ。ビッポ頭がいい。ワイドビッポ、ワイドブレイン、アーゴットがウルトないよってことで敵を引き寄せる。 PSG はちょっと欲張ってはいるぞ。バックしてアイテム購入してきてもいいがちょっと欲張ってる。裏からランブルだ、裏からランブル。ビッポがランブルを殺しに行きたいけど味方のポジションがそれができないぞ。ランブルのアルティメットでカットされているからな。ビッポのポジションが終わってる。오마이갓메포날리고있고요이번턴에좀세게들어오겠는데아얘네마타코토시모요에야構成ギャップなければカルマミットやんなければこういうことだよな。 PSG やっぱ構成ですよ。構成が大事。でもフライクエストブルーサイド持ってたんだよね。勝ち上がってたから一旦ブルーサイドで負けちゃうのはフライクエストだるいぞこれ。ジャングルの CS はエグすぎ。ジャングル4200ゴールドさ。だからマオカイまだピックするチームいるんだ。たまにあるけど。マオカイレナータを狙ったんだろうけども。マオカイがマジでナーフされちゃったからな。죽었던아직까지오고요아직가붙잡고계속노리고있습니다예이게약간갑자기돌발적인상황이었다는게저도확보였던게군대는들어가는데인스파이어들은딴다른거하고있더라고요그러니까이게제대로콜에맞춰가지고다쭉땡겼어요노스아메리카는 PCS 는 플레이오프는 여부가말씀하신그부분이네요사실지금이순간에나왔다라기보다그동안계속그랬어요궁을한번에써서한타를하는조합인데누구궁은여기에다가누구궁은저기에다가또인원배치같은경우에도누군저기누군여기이런식으로할거면사실상대에게세나노틸아지르이런거세트로주고본인들이조합가져온거아무의미없습니다그러니까그런식으로플레이가가니까이렇게큰차이가나는거아니겠습니까용도일방적이고요돈도이제10,000까지됐습니다12,000ゴールド差です보는게당연히맞는거고이거를어찌어찌막아도어차피이제장로먹고온다는얘기니까장로도1분50초입니다금방이에요요게진짜왔다갔다왔다갔다하고있으면차라리차라리싸울거라면그장로에맞춰서다잡고역으로장로를용도라모토라레테르시보고다들켜주고있는상태에서어차피뭐가장큰본질이란건뭐장로일수밖에없거든요아무리어려워도혹은 PSG 가너무신나서スイービー取れたら残りの連みんなで押すのがいいの。다같이들어와준다まあそれでもいいし引っかからないんだったら一人だけミッドに送ってよりプレッシャー与える。4-1で分かれるのもめっちゃ強い。まあでも引っかかるリスクがあるからソロ級だとまあ5人でグループが安定ではあるけど。フライクエストトップのウェーブも処理しなきゃいけない。でもこのイベタを守んなきゃいけない。守れない、何も守れない。弱いやつは何も守れないんだ。でウディここに来てフライクエストの武士をリスペクト。そんなの関係ねえか。 PSG のノーチラスは復活なくても勝てる。いやーやっぱメープルですよ。メープルのアルティメットが毎回ぶっ刺さってますよ。カルマやめよう。ジジェイス。ロルを始めて1ヶ月のトップレーンでレネクトントーンを使っててずっとアイアン4にいます。超抽象的ですが、まず何から練習したらいいですか。まあ見てみないと本当わからないんだよね。ただまあ、一番下のレートってことは全てがダメな、全てが、まあ、劣ってるわけだから、
まあ逆にここから上がるしかないんで面白そうだけどね。一旦レーン戦始めるとき、まあ特にレネクトン使うときなんてレーンを勝たなきゃいけないわけだから、まずウェーブを押す、先にミニオンを殴る、で2レベのタイミングを知ること、次のウェーブのメレークリップ1匹1ウェーブ殺して、まあ1ウェーブ後ろのミニオン1匹残っててもいいけど、でレベル先行したら、まあその意識持ってるだけでアイアン隊でレベルは絶対に先行できると思うんだよ。でレベル先行したらもうめっちゃ有利になるから、そっからどんどんスノーボールしてそこで連勝てるから、まあ一旦ミニオン叩いてレベル2先行する、先行した瞬間マウスカース、マウスでねカーソルを持ってきてレベルアップするんじゃなくて、コントロール W とかコントロール E とか、これですぐにレベルアップする。でレベルアップして、まあスキル使って殴ってババって殴って離脱して、で HP 有利気づく、で若干押しウェーブ作ってるからそこから、まあ、レベル3もまた先行できるし、キャノンウェーブのメレー2匹食べるとレベル3です。ソロレーンミッドトップでレベル3相手レベル2で、またここでトレードできたらベストで、でそれぐらいするとまあタワー下にウェーブが行くから、そこで相手の HP が半分以下とかだったらジャングルにピン出してタワーダイブしようって言って、タワーダイブしたらもうゲームオーバー、勝ち、そこでゲームの勝ちだけど、まあアイアンだからジャングラー来てくれるとかそういうのないと思うんで、まあそうだね、初心者はね特にバックのタイミング分かってないね。いつバックすればいいんだろうみたいな、いいトレードしてもバックのタイミング遅れてアイテム買わない、 HP フリー、マナがない、でもステイしちゃうみたいな。だからまあバックのタイミングもすごい大事で、まあ一旦レベル2先行有利取る、殺せれたら殺す、で CS も 15CS で1キル差だから CS はしっかりラストヒット、あの通常攻撃で食うこと、スキルで取るっていうのはあまりよろしくない。敵を殴れなくて自分はミニオンにスキル使っちゃうし、マナも消えるしね。まあレネクトンとかだったら関係ないけど、マナはでもスキルがクールダウンになるから、基本どのチャンピオンも CS は通常攻撃で食べて、スキルは敵のチャンピオンに当てよう。まあ、ウェーブをプッシュしたい時とかだったらスキルババって使った方がいいけど、あとはバックのタイミングっすね。基本ウェーブ押し付けたらバックしていいっすよ、アイテムなんか変えるんだったら。あと敵がスキルを使ってきて自分が HP 削られるじゃん、ビビって下がんないで自分もスキル変えそう。相手はスキル使ったってことはだいたい10秒間ぐらいスキルがない、だけど一気にダメージが入るから、うわ何これって思って下がっちゃうと、あなたのスキルを相手に使えてないから10秒後また同じことされてボコられるのよ。相手は結局スキル使ってその後通常攻撃しかないからダメージ残ってないんで、あんまり変えそう、スキルを。ミッドサイラスを使ってるんですが、明かりに毎回押されタイマンに勝てません。ジャングルを待つしかないんでしょうか。まあ、スキルマッチアップだね。ただ明かりの方がやりやすそう。まあ、結局明かりの Q を食らわないことだね。 Q プラス通常攻撃を、だから命令対命令だから Q は避けづらいっちゃ避けづらいけど、あれって見て避けることはできないから、明かりの Q の射程を把握してなんか前に出て敵の Q を誘うみたいな、それはもうどのマッチアップにも言えることなんだけど、敵の射程に一瞬入って出ると相手がスキル打ってくれるから、そしたら相手1個分スキルないじゃん。でプラス明かりはパシブもなくなるから、チャンピオンに当たんないとっていう感じで、あとはまあサイラス多分 W 上げか、それ明かりに W パンパン当てて、でその Q をピコピコやられなかったら勝てると思うけどね。別にジャングル待つ必要もないと思う。てかまずね、ジャングル待ちっていうマインドやめた方がいい。一旦1対1でどうやってこいつボコすか考えた方がいいよ。まあだから明かり相手はその Q を見て避けられないから、あえて範囲に入って出てを繰り返して Q を誘う。で相手が気力がなくなったら相手もスキル打てないから、そこでなんか自分が EWE みたいな感じで入っていくとか、 EW で入って離脱するとか、そういうのを細かくやったら自分も HP 回復するわけじゃん。あとは明かり相手 E を避けろ、その相手がブリンクして手裏剣投げてくるやつ、あれサイドステップで避けろ、後ろに避けようとすると食らうから横横横、あれ避けたら勝ち。